にわかが語っていいですかというわけで今日のお相手も桜井です。はいはい、と岩野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この放送自体は、えー、2022年2発目という感じですが。はいはい、ああ、そうかそうか。ね。明けましておめでとうございますあ。明けましておめでとうございます。そうかそうか。ね、いやー、新年ね。うん。明けましたけど、2022年。 どんな信念でしたかどんな信念でしたか <laughs> まあ、ほん、ほんまのラジオみたいな話になりそうやけど、あの、<laughs> ね、地元の友達と、岩野も知ってるようなね、メンバーと、一緒にね、あの、ピザを食べつつ、いやいやああ、そうなんや、例年通りの友達と、みたいなことか、スポンサーと見ながらの、はい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 。面白いね。ねいやいやいや、みんなどういう感じの正月のルーティンなんかなと思って。ちなみに、岩野は あ僕はですね、まあ年末は、まあそういう友達とかと、まあ軽く、あの、うんうん、旅行に行って、一泊だけして帰ってきて、うん、で、お正月はね、もうね、それは3年ぐらいからな,、うん、なんかね、あのー、新宿のね、なんかね、あれ何やったっけな、ああ、パークハイアットっていうね、めちゃくちゃ、ね、んなんかね、 ホテルなんかなあれ。いや、ホテルじゃないすっげえ高級なホテルの。そうそう、50度そのホテルの、の、ホテルの、あの、バーみたいなところ、バーなんかなあれわかんないけど、はいまあ、軽くこう、はいはい、朝ごはんとか食べれるようなところ、そう、そこで、コーヒーを飲みながら、ジャズを聴くっていう、お、うん、<laughs> 正月でしたね。めちゃくちゃかっこええやん。<laughs> いや、その子が、いや、別にいつもジャズ流れてるわけじゃないけど、いや、そこのコーヒー行きましょうみたいな。ちょっと贅沢なコーヒーを飲んで、うん、こ,うきこう、なんていうの、高い、こう、タワーから、 新宿、うんうん、東京中をこう見える感じこう<う>新宿かうん、そう見える感じが気持ちいいから、い<や>別に止まったらとんでもない金額やろけどさ、多分さ、うん、そこでちょっとコーヒー飲むみたいな。その日たまたまそのお正月でそのジャズセッションみたいなやってたのよ。なんかわからんけど、正月っぽいよね。<laughs> そうそう,そう、それをたまたま誘ってくれた友達がおって、<laughs> 行きましょうよとか言ってくれて、で一緒に行ってそれを見て、あのあ、いい正月が、ああっていう。 すごいんやで、ジャズのなんかセッションって。もう、だからリアルでやってるってことやんな、生演奏で。そう,そう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 。あーいいね、いいね。外国人の人たちがいっぱい見てて。うん、てかやっぱお客さんって外国人多いねん,んな、ああいうとこな。ああ、そうなんや。お正月なんてみんな家おるやんか。うんはい、はいはいはい。はいだけど日本でたまたまその正月を過ごした外国人の人たちがいるから、こうなんか、なんかじゃんじゃんじゃーんってジャズが終わったら、なんかこうみんな拍手してなんか、んかオーライみたいな感じ。ああ、いいですね、<laughs> な,ん<か>なんかね。え、あ、こんな感じなんやんっていう。 カウントダウンはしてないあ、そうじゃなくて、えっと、1月1日の、えっと、夕方ぐらいかな、それは。あなるほど。あ、じゃあ、カウントダウンの瞬間に、あの、ジャズ流してたわけじゃなくて。あ、ごめんごめん。違う違う違う。お正月の 1> な1月1日の夕方ぐらいの話、うん、でもすごいね。っていう、そんなね、そうです、そんな正月を過ごしましたね。なるほど。はい。ということで。かなりそれましたか。はい、<laughs> 話はだいぶそれましたけど。ね、まあ、お正月やからね、軽くね、そんな話もね。 ええ、と思いましてつつ。はい。にわか話を語り合って、はい、そして、ええー、有識者の方々に意見を求めつつも。はい。はい、あの、こんな話あるんやで、と。はい、みんなに言ってもらえるような、そんな話を心がけいいま。そうです。聞こえるも適当に側だけを喋って。はい。ええー、大事なことを追求されるのはちょっと嫌なので <laughs>。<laughs> 調べてくださいとしか言いようがないやつです。はい。お願いします。 はい、けども、えー、ちょっと今日僕が喋りたいのはですね、うん、え人類史上最高の天才とも言われた、はい。男の人の話なんですけども、一応ですね、えー、すごく有名な人が一人いまして、うんうん、まあ人類史上最高の天才だったんじゃないかって言われてる人は、えー、まあジョン・ファノイマンっていう、まあ人がいるんですよ。ノイマンさん。ノイマンさんっていうまあこの人めちゃくちゃ有名な人で、 まあ、ズバ抜けてたって言われてて、まあ、戦時中ぐらいの人なんですけども、うん、まあ、それこそ、あの、原子爆弾の、まあ、発ッ計画みたいなものに、研究員としていたりとか、うん、原子爆弾の開発とか、<っ>あとは、まあ、天気予報の基礎になるものを開発したりとか、うん、あとは、まあ、コンピュータもー、もうそもノイマン式みたいな、その、コンピューターのプログラミングのなんか、原型みたいなのを考えた人、やねて、まあ、20世紀の発明のほぼ全てと言ってもいいぐらいに、関わってる男な、らしいんですよ。 1900年代初頭やな。はい。そうです、そうです。うんうん、1900年代の。まあ、中旬かな ?20、30年あたりかなそうですね。30年頃に、そうですね。確かに生まれは1900年の頭かもしれない。頭ぐらいに生まれて。みたいな、まあ、人がいて。まあ、この人はすごい有名な人なんですけども。というのも、うん、すごいいろんな実績を残したからね、ノイマンは有名なんですよ。なるほど。 ただ、えー、実はもう一人人類史上最高の天才だったんじゃないかって言われてる人がいまして。うん、この人がですね、えー、ウィリアム・ジェームス・サイディスっていう人なんですサイディスさん。サイディスさんっていう。さっき言ったノイマンっていうのは、うん、えー、ユダヤ系ドイツ人なんですけど、このウィリアム・ジェームス・サイディスさんはアメリカなんですよ。アメリカの人なんですよ。うん、で、生まれ育ったんで、まあまあ、ちょっと多分時代は後になるんですけど、うん というのも、さっき言った、ノイマンが、ま、なんで天才か、世界一天才かって言われてるかっていうと、単純にもう IQ が、もう300近くあったって言われてるんですよ。おー、ま、普通、俺らで言うたら80とかと。いや、ま、多分な。あ平均が100でしょ、確か平均が。平均100なんや。100なの。で、まあ、東京大学とか、ああいうすごい日本の最高峰の天才って言われてると120とかね、確かなるほど。そ、そんなんなんですけど。300? <laughs> そう、これが、ノイマンは300近くあるって言われてて、 とんでもない、だから人間の脳みそ3つ分ぐらいが同時に作動してるようなもんですよ。言っ,てみれってことは。まあ単純計算やけど。うん、そう、それぐらいすごい天才なんですけど、でも、なぜこんなにノイマンがすげえって言われるかというと、うん、その2番目とか3番目、次にこう天才って言われてるのは、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチだとか、まあ、ニュートンだとかね、そういろんなこう天才って言われてる人って、うん、まあ、すごい高い。ニュートンで190ぐらいって言われてるの、ね。おそれでもすごいねあ。俺らが知ってるアインシュタイン。 うん。ああいう、あの、相対性理論とかをか考えたアインシュタインでさえ、まあ、160から190ぐらいじゃないかって言われてるぐらい。ええ<ー>。ま、ちょっとまたさらにしたっていう。だから、このね、300っていうのはね、飛んでんの急に。ちょっとな、200台を知らんままにいきなり300って言わさ、ね、言われても。そうなんですよ。そう言われてるのがたった2人しかいないんですよ、人類史上。あ、でも、2人おるんや、でも。 そう。それが先ほどそばずっと言ってるノイマンと今日話しするウィリアム・ジェームス・サイディスって、まあ、ウィリアムっていう男のあ、ウィリアムで行こうかうん。ウィリアムで行きましょう。ちょっとややこしいんでね。うん、で、この人はもうその世界一優秀な頭脳を持つ人間と、まあ、生まれた時からもう持てはやされてる人なんですよ。神道や、いわゆる。そう。で、なぜノイマンではなくこのウィリアムを俺今日話したいかっていうと、すごいちょっとね、うん、そのノイマンみたいな輝かしい人生ではないし、<お>まあさっき言ったように、みんな、 全然知らないのはなんでかと,と実績を大して残せなかったからなんやけど、それがね、すごく天才とは何かっていうか、頭脳と何かって、優秀は何かってすごく考えちゃうような、数奇な人生を歩んでまして。なるほど、いいね。このね、ウィリアム、まあ、ジェイサイディス、まあ、ウィリアムは、あのね、えー、お父さんがハーバード大学で4つの学位を持って教授を やってるような人お父さんはそもそも天才と呼ばれるよ、ね。お父さん天才で。お父さんも天才やねんけど、お母さんもめちゃくちゃ天才で、<う>その奥さん、お母さんがめちゃくちゃ頭いいことを気づいて、<う>で、そのお父さん。まあまあ一応名前はね、ボリス。 言うんですよ、うん、このボリスさんは、自分の奥さんがめちゃくちゃ優秀なことに気づいて、うん、あの、当時はね、やっぱ女性ってこうなかなか勉強できない時代やんか、なかなかこう。はいはい,はいはいはい。時代もあるから、うんうん、男女尊女卑じゃないけど、男女平等じゃなかったから、自分が教えてん、医学を。さんに奥さんもハーバードだったと思うんですけど、うん、あのー、医学部に合格するんですよ。ああ、すごいね。で、医学博士になるね、奥さんは。はい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 。 で、ボリスさんとこの奥さん、この天才夫婦が、ええー、まあ、そのまま結婚して、で、このお父さんは自分の息子をもう天才に育てるっていう、そのま、英才教育の理論みたいなのを自分で持ってて。うん。それに基づいて自分のウィリアムを育てることを決めたのよ。ボリスはな そう、お父さんは。うん、まあ、お父さんとお母さん、ボリスとサラっていう、ね。この二人の元に、ウィリアムスは生まれるんですよ。で、まあ、細かい方法を言い出すと気にないんだけど、まあ、例えば生まれた時に、あの、目の前に、もうアルファベットの順をバーって並べとくとか、その、うば、あのうんうん、うん、いわゆる英才教育じゃないけどもな。そうそう、赤ちゃんが猫、ね、の、とか、そういう細かいことをいっぱいしていってんて、うん、で、これ、どうなったかっていうと、うん、この生まれたウィリアムスくん、英才教育を受けたウィ,ウィリアムスくんね、たった、生後ね、1歳半ですよ。たった生後18ヶ月で、うん、もう、 ニューヨークタイム紙を読み、読んでたのよ。ははははもうコントやん。赤ちゃんがそんなぞ、そういうディズニーのアニメ知ってんで、なんか。意味わからんやん。あ<ー>なんかそうそう、あるらしいね、そういうディズニーのアニメがね。うん、な,な,なんとかボスみたいなやつ。あ、そう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 ,そう。そうそう、あるのよ。もうほんまにそんなことになって、1歳、う、半、ん、いで。一歳でニューヨークタイムス紙を読んで、うん、意味んで、えー、6歳の時に、うん 英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ヘブライ語、トルコ語、アルメニア語、7カ国を、語を、もう堪能に喋るのなっ,ってたの。すでに。やば !6 歳ですよ、六歳。6歳で7カ国。 8歳の頃に、うん、自分のオリジナル独自で作った言語、ベンダーグッド語っていうのを発明して、<laughs> それを使いこなしてて。いやいや、ちょっと誰って思うよ、ね。<笑><笑>そう。使いこなすも何も。君でしょ。うんだの君ですから。<laughs> そうそうそう。<laughs> 何それ,それ <laughs> 自分でも、なんかもう、なんかいりんってなったやろな。7個,個ペラペラなって。えー、もう一個作、もう一個作ろうってなって、一個ぐわー言語作って、それをペラペラなってんだけど、まあ、 もちろん、ベンダーグッドが、ウィリアムスくしか知らないから、うん、その誰も理解できないんやろうけど、<laughs> まあ、お父さんは理解したのかななんかわからんけど。すごいね。で、これすごいのが、その後11歳でハーバード大学に入学すんねん。11歳そう。う<わ>11歳。で、この当時、確か最年少でハーバードに入学してるんやけど、うん、これ実は裏があって、うん 11歳でハーバード大学に入学したんやけど、本当は7歳の頃、だからさっき言ったその言語を、ね言語うん、全部覚えたりした時期の7歳の時点で、あのハーバード、えー、何部やったっけな、医学部だったと思うんですけど、にあのもう合格するね。いや、もうそれ試験受けてたん 7, ?7 歳でそう。やけど、<ー>大学側が。 ちょっと、さすがに何歳、ちょっと、わかんないっすってなって、ちょっとわかんないっすってなって。<laughs> もういろんな意味わかんないよな。もう扱い方もやし、なんか、この世間の目でもわかんないっすそ。そう、ちょっと7歳は、ちょっとハーバード、だって最高峰ですから、世界最高峰だよね。そうそうそう。それ入れていいのかというな。そう、なんかちょっとよくわかんない、なんか違う、わかんないっすってなって、一、うん、回ちょっとストップってなって、11歳まで待ってくださいってことになって、まあ4年間ぐらいは、その、その過ごすんです他のこと、いろんな勉強をしてね。<laughs> で、まあ、11歳でようやく、まあ、入学許可が下りて、まあ、ハーバードに入学する。まあ、それでも史上最年少やったらしいけどね。いや、もちろんそうでしょう。そう、それで、まあ、数学と、まあ、天文学にめちゃくちゃたけてて、うん、その、ウィリアムスは。で、えー、もうすでにね、えー、10代の頃に、もう、ハーバードの数学教授たちの前に、前で、なんかね、4次元のなんかに関するもう、講義を行ってたのよ。<laughs> 先生に対して。 そう、先生に対して。それが16歳ぐらいに、もうそれがもう凄す,すぎて、ああ、もうすごいねってなって、もう学士号かなんかを、まあ、取るんですよ。その成績によって。で、そっからまあ、16歳ぐらいで、ええ、もういざ頂点を極めて、まあ、まあ人に、12歳とかからもう人に教えてる状態、大学で。そう、もう、天、天才すぎたのよ。ただ、まあ、その、 このウィリアムス君自体が、やっぱり生まれた時から自分より頭の悪い人しか多分ね、出会ったことがない。はいはい自分よりずっと大人だし、自分よりずっとなんていうかな、あの、長い時間を経験してる人たちが、自分より、ま、すごく劣ってて、何とも多分説明しないといけない状態とかが、もう地獄だったなって本人いやなりさ。しんどかった、そう。だって自分もいつか40とか50になるのは分かってるわけやから。 で、まあ自分もいつかそのぐらい年になったらいろんなことを勉強してるだろうと思えてるはずなのに、<あ>そんな人間はこの世にいなくて、<わ>全員自分り頭の悪い子供あ、大人しかいないから、本当にね、<あ>なんかね、心がこう、まあ、病んでいっちゃったよね。えー、そう。で、もう人間が嫌いになって、で、それがすごく、あの、大きなことだなと俺は思ったのは、 そのウィリアムス君は英才教育を受けて、そのまま純一まで天才として育っていっちゃったんやけど、これって、どこにもね、きっと本人の意思はないんよね、なんか。親のその、どこにもないとは言い切れないけど、そもそも、親がこう、与えたものに突出してしまったから、やっぱり、自分は特別なんだと思うと、やっぱ北にも応えようとするし、頑張るやんか。だから、それに多分疲れてしまったので本人自分自身の幸せを自分で、 考えなかったのかわからないやけどね。いわゆる親の敷いたレールの上みたいなな。そう。だから、親父をめちゃくちゃ恨むねんな、途中から。あはいはいはい。そう。お父さんが亡くなっても葬儀にも参加しないぐらい。なるほど。親を恨んでしまう。う<で>俺がこんなふうに大人たちを憎んだのは親父のせいだって思っちゃうよな。そう。で、うもう、16歳でそのハーバード卒業した瞬間から本人は、まあこれは自分で語ってたらしいんだけど、 僕はもう、あの、人間が本当に大嫌いで、誰にももう会いたくないし、引きこもった生活をするしかない。一度も人を好きになってないと、ずっと人間嫌いだったと。でも一生結婚する気はないし、女性は自分にとって全く魅力的な対象でもないっていう。いや、すげえ。なんかそんなことになってしまうんやって、なってしまったんやって、そのウィリアムス君は。で、まあもちろん16歳で一回仕事するんですよ。大学の数学教授になるんやけど、 やっぱりさっき言ってたよな、自分よりめちゃくちゃ歳の上なのにめちゃくちゃレベルの低い人たちを、まあ相手するのにすごくもう、へきして、一年も持たずにも離職するんですよ、それを。そうか、でもそうかもな、うん、そう、それで、まあいろんな、まあ、要は曲折ね、まあそういうなんかね、政治的な活動にちょっと興味を持ったりとか、まあちょっとある種こう、反抗期じゃないけど、まあそういう不瞬間も来てしまうんやけど、<laughs> えー、自分がですね、二十歳ぐらいになった時点で、もうめちゃくちゃ地味な生活をするって決めたのよね。うん。で、えー、すごい簡単な事務作業っていうんかなこの、会社の地味な事務作業を、あの、だけをやって地味に暮らす。<お>で、その当時がね、書いてあるのが週休23ドルって言うねんけど、言ってたんやけど、 一週間にま、まあ、二千五百円。まあ、今の価値とは違うから、もっと安い値段はちょっと、あの、厳密な数字はわからんけど、まあ、そんなに高い給料じゃない、まあ、あの、安い給料で、まあ、あの、仕事をしてひっそりと陰で暮らしてたのよ。 でそれは一応、なんかこう天才の末路っていうことで、うん、まあ言ううたらなんていうか世間のニュースとかにこういっぱいこう叫け出されるあ。じゃあ、さすがにメディアにはバレてるのやな、そういういのはバレてねでそれさえもこうすごくこう、うん、ウィリアムス君自体のこうまあ精神をどんどん蝕んでいくっていうかだけど、これウィリアムス君はすごいのがあのー、自分の名前ではない。 うん、ウ,ィウィリアム・ジェイ・サイデスっていう名前じゃない偽名を使って、うん、いろんな本をもう何十冊も書き続けて,てって実は書いてたおそうそうそそれはいっぱい出版されたりもしてるし、まあ、それは本人と誰も気づかないような本もたくさんあんねんって厳密に言うとこれはウィリアムスが書いたのか誰が書いたのか誰が書いた,のかが書いたのか分からないような本もたくさんあるから実際にどのぐらい作ったかは言われてないけど、まあ、何十冊もあるだろうと言われてるらしい。 ですよ天才のその残した書籍っていうのは。うんうん、で、えー、なんかこのことからその、なんかそういうま、天才というか IQ そのものの研究をしてるま、学者さんたちが IQ っていうものがいくら高くてめちゃくちゃ優秀になったって EQ っていう心の知能指数っていうものがあるんだけど、うんうん、それが育たないとまあ、あんまり何の意味もないようだっていうことをま、気づき出すっていう。そやな。その子をもってして。 そうそう、それがまあ、今の科学者たちが、その、研究するのはそういう部分らしいんでね。なんか EQ っていうもの。なるほどな。いや、だってそらっさやな、頭がいいからといって幸せではないし。そう。頭がいいからといって、絶対的にいい仕事につけるとは限らないし。そう,そう。で、そのウィリアムスはそのまままあ、引きこもって、うん、まあ、最後なんですけども、まあ、1944年に、 ボストンの小さなアパートで脳卒中で亡くなるんですよね。はいはい,はいはいはい。はで、去年が46歳。あ若いね。で、まあ、彼の心は、まあ、おそらく、えー、たった一度も満たされないまま生涯を閉じたであろうって言われてるんですよ。つらーこれ結構衝撃じゃないななんか天才ってやっぱりさっきも言ったようにアインシュタインとかさ、なんかこう花々しい名誉ある賞をいっぱいいただいてたかさ、<う>国民からこう称賛されて。ですよなっていうイメージやけど、 しかもまたこれがお父さんお母さん。まあだ、特にお父さんのな。もそうな。したかったがゆえのっていうのが辛いな。お父さんもそれはつら辛かったよな。これもし知ったらな。そう。だから難しいよな。頭良くするとか、英才教育とか、優秀な子供を育てることが、うん、まあどうなのか、あ、だけに特化するとこうなるっていう。ことのまあ、うそう。だから全然有名じゃないね、この人。特に何にもこれってないから。そのネガティブな要素ばっかりが浮き彫りになるからやな。うん だけどまあ IQ っていうか知能指数だけで言うとまあもうこの二人ノイマンとこのウィリアムス、うん、この二人が人類史の天才って言われてんねんていやもうわかりやすく、まあ、この光と闇の感じやな、うん、光の天才が<や>ノイマンですな,な<あ>ノイマンに関してはだってアインシュタインとかまあいろんな天才がいや天才はたくさんい,い,いるとその時期にあのどうしてですかって聞かれた質問にいやいやたくさんいないよって天才はノイマン一人だよってまあ言うぐらい ええー、うん。アインシュタインでさえもその到底、あ、彼は、彼だけは天才だって言っちゃうような人がいるんやけど、彼は本当にだからもう輝かしい、世界中の人が知ってる天才。そうだけどこのウィリアムスが。がそう。これは、うん。すごいなぁって。ないなって。いや怖いですよ。うん。これは確かに、それはみんな知らんわ。 知らん方がいいなともちょっと思っちゃうし。<laughs> まあまあまあ、いいっちゅうかな。うん、そうやでな。知らない人は確かに多いとは思う。なるほど。そう,そうそうそう。いや、それは確かに教育のなんかそう見直しにも関わってくると思うわ、うん、その人のおかげで。そうやねんな。だから一応な、その実名での書籍とか実名での研究結果っていうのは、一個もないねんて。うわー、切なー。まあだから事実上、何も成し遂げることはできなかったって言われてる。 まあ記述されてるそそういうふういにそやなだから、ただでもいや、まあ、言うたらその、例えば、俺の地元に世界一足早いやつおるでって言って、っほんまに早いやつおるかもしれんけど、公式大会に出ん限り、記録には残らんわけや、うん。そうやな。うん、それと一緒いや、コステン天才のやつ、じゃあ、なんかやったんって、何もやってないねじゃあ、それは分からんくないって言われるのと一緒で、うん、やっぱ、さっき言ったように、賞を取るとか、そうやねんな。 <か>そう。まあおそらくどっかのために歴史からは消えるんじゃないもしかしたら。うわ、辛っただでも一つ言えるのは、ウィリアムがまあ唯一そのまあ功績として残したっていうものは、うん、その、だから IQ というものだけでは何事も成し得ない。ね、で、そこのその EQ っていうその心の知能シスっていうものが育むことが大事っていうことは、まあ、まあほぼほぼ歴史の一ページとして刻んでるかもしれない。ウィリアムのおかげで。間違いない。 っていうねいうな,なるほど。いや、面白い、面白い、面白い。ねえ、や、うん、はね、結構この人すげえ面白いなと思ってね。なあ、なんか、天才は天才になるのやっぱ苦悩ってちゃんと抱えてんなとも思うし、人間的な部分な。<laughs> 俺、こんなに落差のある人は見たことないなさすがに。うんうんうん。なんか、報われなかった天才とか結構おるけどさ。はい,はい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 。こんなに天才のその能力の高さと実績の差がある人は、 俺はちょっとなんか結構いろいろな、知らんの、好き、好きやけど調べんの。歴史上の人とか。でも、いないんちゃうかなと思うけどな切ない。すごいよ。だって一歳半でニューヨークタイムズ読んでてんだって。ああ。化け物よな。笑っちゃうな自分の言語作り出すのがいっちゃおもろいけどな確かになぁ。<laughs> もう<意>、そんなことしてん。な<あ>なんでそんなことしてんっていうなほんまに。<laughs> それでなんか、な例えばそん中に日本語、韓国語、中国語ってどんどん入っていくだからわかるけど、 確かに確かに。喋、うん、られる言葉が増えていくんじゃなくて自分で作っちゃうという。すごいよね。だから多分7歳の時にハーバード断られてるから、受かっても。もうああ、もう暇やなーってなって、<laughs> で、8歳で独自の言語、ベンダーグッド語を作ってるから、だからもうその、暇やなー、ちょっと、独自の言語行くかーって <laughs> 言ってたんじゃない <laughs> お父さんーっていう。<laughs> 俺 独自の言語行くわーって言って。ああ、そうかーっていう。あ <laughs> あ、そうかーやないよ。うん。まあ、できた教えて、なんじゃないかない。<laughs> まあ、なぜできてるしなんでな。<laughs> できて、しかも、できてるできないも俺らはもう判断できへんし、まあ。判断できへんの、確かにな。<ー>いや、そういうことらしいですよ。うん。いや、面白かったです。ね、まあ、今回は、えー、まあ、ヒュンの天才。うん。はい。ウィリアム・ジェームズ・サイリスさんのお話でした。いやー、いいにわかでした。 はい。というわけでお相手は桜井と岩野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。